こんにちは、紹介者です。今回はこちらのガシャッとセット、ガシャッとじゃないガシャッとじゃない、今回はこちらのフルボトルセット、ご紹介したいと思います。はい、前回、ご紹介したこちら、本日から、発売されたプレミアム前売り券のエグゼイドフルボトル、それとは別でね、こちら一般販売の、デラックス仮面ライダーエグゼイドフルボトルセット、こっちは、単体で使用することでエグゼイドの変身音が鳴る。で、こっちは、このドクターとゲームっていうフルボトルの組み合わせベストマッチでエグゼイド、仮面ライダーエグゼイドのレベル2に変身。あ、エグゼイドフォームになるんだね。やっぱりドクターフルボトルとゲームフルボトルを使うことでエグゼイドフォームに変身ということで、今回はね、この2本のフルボトルで遊んでいきたいと思います。こちらのフルボトルセット、お値段は税込み972円です。こっちの仮面ライダーエグゼイドフルボトルの方は、プレミアムマイル券の、親子セット込みで3000円。まあ、実質800円って感じですね。まずはパッケージ。パッケージを飾るのは、もちろん仮面ライダーエグゼイドのアクションゲーマーレベル2。側面と、上と、下。で、背面と、この背面の音声を見る限り、こちらと同様マイティアクション X に収録された変身音が、鳴るみたいですね。さあ、それでは早速中を見てみたいと思います。よっ、おお、このピンクの方が、ゲームですね。おお、なんかものすごいレトロなゲーム機、ゲーム機というかガシャポンの台のようにも見えますが、ここがね、画面なんですね。で、ここはコントローラーか。このピンク、やっぱり綺麗ですね。こちらのエグゼイドフルボトルと同じクリアーピンク、そして同じキャップかな。いいですね。で、こちらが、ドクターのフルボトルですね。聴診器のデザインになってるんですね。もうちょっと細かくね、デザイン見てみたいと思います。まずはこちらのドクター、ほぼ無色のクリアのボディに、ホワイトの液体パーツが入ってますね。はい、こんな感じ。もちろんデラックスですから、デラックスビルドドライバーにセットしても液体パーツが上下に動きますね。キャップの色がホワイトからちょっとゴールド寄りになってるのかな。すごいパールっぽさが出てて、で、ちょっと黄色っぽい感じも、しますね。他のホワイトと比べるとちょっとわかると思うんですけれども、パンダほど真っ白じゃなくて、ハリネズミのこのパールっぽい感じよりも、やっぱり、ちょっと黄色っぽい感じがしますよね。これもなかなかいい色ですね。キャップにはドクターの D とゲームの G。それぞれのイニシャルが描かれてます。キャップはこのように回すことができますね。はい、では続いてゲーム、続いてはこちらのゲームフルボトル。まず、このデザイン、この形がものすごく四角いですね。はい、カードがね、目立ちますね。下部には十字キーやボタン2つの、コントローラー、そして上にはディスプレイ、なんでシューティングゲームかなんかですかね。磁気と敵と弾、中の液体パーツもちょっと濃いめのピンク、キャップのデザインは先ほどと同じ D と G、キャップはピンクのメタリック。はい、こうやって3本比べてみると、これはもうエグゼイドって感じはしますけれども、これとこれはなんかレジェンドって感じはね、あんまりしませんよね。なんか本編に普通に出てきてもおかしくない、いかにもレジェンドアイテムって感じが全くないので、こういうのもいいですよね。白衣のホワイトとエグゼイドのピンク、この2色の組み合わせもいいですよね。後で発光もさせてみたいですね。絶対綺麗ですよね。さあ、それではデラックスビルドドライバーを使ってエグゼイドフォームに変身してみましょう。いきます。まずはスロット1にドクター。ドクター。で、スロット2にゲーム。ゲーム。ベストマッチ。おー。
見事ベストマッチ。LED のカラーはもちろんホワイトとピンクですね。では、レバーを回しますね。このエグゼイドフルボトルと鳴る音声は同じでしたね。ただね、やっぱり2本挿しているのでベストマッチの声とあとは待機音流れますので、まあ、こっちの方がねよりかっこよく聞こえますよね。では続けて必殺技、スロット位置に交換して液体パーツをアップしてみましょう。ちなみにエグゼイドフルボトルだと挿入するとエグゼイドで、レバーを回すとこうなりますね。で、このエグゼイドとベストマッチするフルボトルが実はあるらしくて、前回の動画、このね、レビュー動画でコメント欄グワーってみんなネタバレネタバレネタバレっつってみんなめっちゃ書いてくれるから、あ、初めて自分知りました。あ、これの組み合わせ相方あるんですね。ちょっとね、楽しみになりましたね。ということで、まだこれにはね、ベストマッチの音声が隠されてるということで、今後に期待ですね。ちなみにこの2本とこれ組み合わせたらベストマッチになったりしないよねってことで、一応確認してみましょう。エグゼイドとゲーム、あないか。じゃあエグゼイドとドクターベストマッチにはならないんですね。はい、トライアルフォームでした。じゃあそれぞれトランスチームガンにセットしてみましょう。まずはドクター、フルボトルスチームアタック。次にゲーム、フルボトルスチームアタック。では最後この2本のフルボトル発光させてみましょう。まずはドクター、おー、ホワイトいいですね。おしゃれな電球みたいに光ってますよね。では続いてピンクのゲーム、えい、おー、いいですね。めちゃくちゃ綺麗ですね。おしゃれ。ではデラックスビルドドライバーにもセットしてみましょう。Are you ready? Invade!
やっぱめちゃくちゃかっこいいですね。ということで今回はデラックス仮面ライダーエグゼイドフルボトルセットをご紹介しました。今日はエグゼイドのフルボトルいろいろね、予約したり出たりするからね、もうこんがらがっちゃいますよね。あ、そうだ、この後ロッピーね予約してこないとね。で、本日発売のフルボトルセット、もう一個ねレジェンド枠としてこちらの仮面ライダーダブルですね。これもめちゃめちゃ気になりますね。早く遊びたい。もう全然レジェンドっぽいアイテムに見えないですもんね。これはいいよ。はい、こちらも楽しみにということで、今回も最後までご視聴ありがとうございます。この動画の評価、そしてチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。以上、紹介者でした。